さあ始まりました寿司企画、天ぷらこと大村です。藤山こと藤田です。さあ今日は何をやるかと言いますと、ちょっとこんな悲しいですね、こんな日が来るっていう。そうだね、まあまあまあやらなければ仕方ないなということなんですが、かき揚げ裁判ですね。まあ先週の金曜日に、放送されたアップされた僕の、まあ、ケーキのいたずら、あの時のちょっと序盤に、かき揚げ裁判やろうみたいな、まあまさにさっきケーキのいたずらが終わったんですけれども、はい、気になった方いると思いますよ。はい、なんでしょう、これは。これなんですよ。まあある時、先々月ぐらいですかね、かき揚げがね、あのまあ我々のいたずらでもおなじみのプロレスラーの太一さんいるじゃないですか。三重師ね。はい、あの太一さんと飲みに行ったんだよな。はい、太一さんに呼ばれたの？呼んでいただきました。呼んでいただけて、飲みに行った時に、まあ太一さんからその後の朝かな、俺の方にその LINE でその動画が送られてきたんですよ。ちょっともうあんまり、忘れちゃったからね、一回ね、あの寿司ボーイの LINE にも俺それすぐに、はい、上がってました、上げたじゃん、はい、これだ。行く、明日寿司ボーイズの収録行くの？有意して行くっしょ。行かなくていいよ、あんなの。行かなくていいやろ、そんなの。特に大村とか藤田とかうるせえって。関係ねえ、大村と藤田は関係ねえよ。行かねえ、あんなのバカって。行くわけねえだろ、あんなふざけ。だって4日連続の4日目だぞ。そうだよ、行くわけねえ。なんで同じ人に付き合うの？バカが行くわけねえだろ。ふざけんなよ、あいつ。おめえらの付き合いで行ってるんだけど、俺は別に予定があるんだよ。そうだよ、お前ら道具じゃねえんだよってね。そうだろ、俺は別に予定があるんだろ。本当に何付き合うわけあんねん、お前ら。付き合うわけねえだろ、バカ野郎。バカ野郎、大村藤田。大村藤田、バカ、バカ、タコ、バカ野郎。ライブだね、これは。だいぶだね、これは。言われてるからいやいや言ってると。だスケジュールがさ、あったのを強引にこっちが上乗りしちゃって、で来てもらってるっていうことだから、俺らのスケジューリングが悪かったのかな。もちろんね、一応聞いてはいるじゃん。まあね、どけがいてるのかって。でどうしても行けない人もあるよ、チャーハンとか鳥取行ってて、そう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 。でその時日変えたりしたり、変えたりしたり、仕方なく強行ね、いなかったりする時もあるじゃないですか、誰かがね。行けない時もあったよね、なんか営業入ってて。そう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 、その時はじゃあちょっとずらしたりしてたけど、なんだな、いやいやだったのかな、真相心理はな。まあね、いやいやだったんだ。いや、バカって言われてた。バカって言われてた、あいつら。大村藤田、道具じゃねえんだ、バカ。お前らの道具じゃねえんだ。いや、その、覚えてないんですよ、まずは。だからそれ、いや全く覚えてない。今流したけど、もうどこだかもわかんない。場所はわかります、もちろん。どこの飲み屋さんっていうのはわかるんですけど、 あそこのなぜ座ってるのか、床に座ってたよ、はい、が全然、ね。で、今度また別日ですね。はいはいはい、藤山もいる日だったんですよ。ああ、俺も一緒に飲み行ったんですよ、行ってた時あるでしょ、はい、その時も、その次の朝、はい、太一さんから、あ、来ました、動画が送られてきて。僕も酔ってましたよ、だいぶ。大村はちょっと違う時あるな。違う、空気読めない。なんかたまに違う時あるな。ああ、なるほどな。じゃあ、大村さんと藤田さんあったら、やっぱ藤田さんよりの。いや、どっちも好きだぜ、どっちも好きだけど、大村かな、あ、藤田かな。何何何、はっきり言って、どっちも好きが分かった。どっちも好きすぎて間違いだし。いや、まあまあ、俺と大村はいいわ。トリアとチャーハンの、おー、いいね。いや、普通にどっちも好きじゃない。え、俺はトータルテンボスについてるから。お、なるほどね。あいつは2人についてるつもりはない。チャーハンにもついてるつもりないし、トリアもついてるつもりない。いや、俺はトータルテンボスについてる、うん。トータルテンボスっていうね、呼び捨て。俺もトータルテンボスさんって言ってるけど、トータルテンボスさんじゃなくて、トータルテンボスが惚れてる、うん。あの、うんぐいはただのうんぐいだと。うんぐいダメ。いや、ダメだろ。俺はただ息癖だけだ。いや、あれは息癖だろ。それだけ。おめえら分かってねえけど、めっちゃ癖ぞ。あれ、本当に臭いの？あれ、癖ぞ。お前らあんま、なんか、臭いんですかって。おめえらって誰？見てるやつ。大村さんのこと、おめえらって。大村も全然辛くない。おめえらも辛くてね。あいつ辛くてねえよな。大村さん。俺、大村さん好きで。意外と俺食らわしてたやつに。いや、藤田さんは結構、この、食らってるんですよ。やるけど
大村食らってねえ。いや大村結構食らう。あいつ食らってねえぞ。そうなの？あいつ食らってねえ。俺結構俺から指導で食らわしてるんだけど、まだぬるい。ちょっとトリア行ってやれ。トリア行ってやれ。トリア。パジャマトリア。大村食らってねえ。バカだあいつ。あそう。あいつはやられるばっかりでさ、あいつは舐めてるよな。大村が。大村が舐めてる。藤田さんは？藤田は頑張ってる。藤田頑張ってる。いや本当だ。藤田は結構頑張ってる。藤田さんいい。大村がやばい。大村やばい。大村じゃ俺も。あいつ食らった方がいい。バカだ。はい、いただきました。やってるよね、これは。これはやばい。これはやってるよ。食らってるよね、結構。藤田大村嫌いって言ってたけど、なんだろう、藤田が横にいたら、藤田大好きになってたね。急にコウモリだね。うん、大好きで大村が嫌だと。大村やべえって、ね、俺にはお世話になってない。いや、だ、僕かちゃんと言ってました。ちゃんと言ってたね。ちゃんと言ってました。藤田なってないって。隣に藤田さんのお世話になってる、はい、あいつにちょっと違う。運食いはただの、まあ、それを酔ってたんだろうな。ただの口臭だって言われて、うん、登場人物3人出したのに、うん、チャーハンだけ何も言われてね。何も言われてない。一番だから本当に、本当にアウトオブ眼中なんだからね。そうだよね。ないんだろうな、取り沙汰するところが。今日もさっきのケーキのやつらやったけど、はい、うん、藤山ばっかあの歯磨き粉を食らって、はい、あいつ食らってないってことになって思いながらやってたんだ。いやそんなことない。やばいな。またあの人だって。そうなわけです。すいません。そう聞こえちゃいますけど、うん、そんなことは思ってないです。黙ってんのかな、こういうのももうほんとだいぶイラついてんだろ今。いや、イラついてるわけないです。もう、あ、でも、うん、この空間も、いやもうその居心地も悪いし、ついてってるはずの俺たちに対してもくさしだし、うんうん、誰だろう、ちょっとよくわかんないよね。そうだね、方向性をついてってる人に文句言っちゃってる。今んとこなりふり構わず行くバーサーカーだよね。めちゃくちゃ強靭モードになって、うん、味方、敵味方関係なく切り回せるな。実際、忍び込みどうでも本当に別に慕ってもいないんだ。慕ってます。慕ってるに決まってるじゃないですか。なんか、引っ越しも手伝ってもらったけど、あの時ももう、なんて言ったの、うん、なんか一応アルバイト代とかも渡させてもらったけど、ついてってるわけで、お前の後輩じゃねえんだよ、あお前関係ねえかなって思ってたから、思ってたな、思いながらの。何が藤田だ。藤田は結構やるけど、結局俺がやんだよ。そうだ、俺はそうは思わないですよ。いや、でも俺はね、藤田さんも大村さんも意外だと思ってます。いや、でも、意外と俺がやってんの、うん、全部俺がやってんの。じゃあ、あの、二人とも大したことないってことですか。大したことねえよ、だって俺がいなきゃ何もできるんだから。ちょっと分かんないけどな、見てる人は。大村さん、送っとくわ、俺。いや、言わなくていいけど、うん、まあ、そうだけどな。いやー、すごいな、この感じ。これ、寿司ボーイズはお前のものっていうことだよね。そうなってます、最終。これで、これはですよ、この動画は。立ち上げで持ってるという。お前がやってたんだ。正体テンボスじゃねえと。知らんかった。大地さんは、その俺たちに慕ってくれてるけど、慕ってくれてるよって言ってたも、いやでも、かもしんねえけど、俺がやってるからやってるから。あ、もう自分がボスなの。あ、向かってるからな。向かってる、大地さんも。本音ってことでしょ。違います、だからそんな違いますね。わけがないです。わけがないじゃないですか、そんな本音なわけがないじゃないですか。3回、4回出てるよ、これ、あの酒飲めば。そう、酒飲めばこれ、魚だよ、俺らの悪口。俺たちの悪口が美味しい、美味しい酒になるわけじゃん。うまい酒になってるわけじゃん。なってるわけがないです、そんなことないです。でも、かき揚げ裁判の、その、このタイミングでこのなんか傷がすごいリアルじゃなくて、これを見て俺たちがやったみたいな、うん、殴ったなる人もいる。バッティングして自打球がパッと当たってるんですか。この自打球はない。自打球こうやって振ったのか、こうやって当たってる。まさに俺も見てた。こうやって当たってシュッシュッて。でもこのタイミングは誰が信じるんだし、一つ上の先輩だろ。はい、僕この中な、寿司ボーイズの中唯一の後輩だよ、うん、そうか、うん、どう思う。今までトータルテンボさん大好きってずっと聞いて、聞いてたんで、うん、ちょっとびっくりしました。だからそれがね、嘘だったってことが判明したもんな。ナベだからトータルテンボスに対してすごいとか言うのないでやってるもんね。なんかウィキペディアで見てきてるみたいな。知らあんま知らない。どういう人たちなんだろうトータルテンボス。あんま知らないで付き合ってくれてるから。知ってますよ。俺たちのこと。知ってますよ、名前は。だから、名前は。
トータルテンボスはかろうじて知ってたけど、鍋裁判の個人なんの名前とかどういう実績があるかとかあんま知らなかったもんな、うん。鍋がこういうこと言うのはいいのよ。もう勝手に俺たちがちょっと入ってくれって言っていい。勝手に入ってから結構調べて、うん、勝手に後から詳しくなってくれただけだから、うん、俺たちがもう、うん、俺たちのこと後輩だったら全員知ってるだろうっておこがましかった、ね、おこがましいそれは知らない後輩は知らないだろうなって後輩全員知ってたろ教えてくれたもんそんなことないっすよね。ちょっと憧れがあるだろうって思ってたけど、うん、なかなかっていう、レアケースですよ。鍋もレアケースですよ。鍋に関してはもう何も言えないけどでもかき揚げはもう言ってるから、ね、ラジオのリスナーであって俺たちのそうそうそうワオスケ、ね、ラジオネームワオスケで、ワオスケメールくれてましたよ。ヘビーリスナーだったから、はい、俺たちの野球チームに入ってさ、その献身な感じが俺たちも可愛くてさ、うん、夢をね、うん、叶えたぐらいの、ちょ一緒にこうちょっと YouTube やろうと思うけど、うん、お前もやるかっつって入れてたけど、ずっと俺のことは何にもこいつやんねえなうんで俺もやってる風に見せてるけど実は俺の方がやってるんだよ。そうそうそう、お前あいつもやってるけど俺がやってんだ。こういうことをさ酔っちゃうとさ方々で言っちゃう性質があるなら恥ずかしいよ。お前一番嫌いだもんな、そういうのな。俺たちが本心じゃないとしたらもっと恥ずかしいよ。でも俺のことをよって言っちゃってるならガチで怒られる。酒でもうそんな変わっちゃうんだってよ。だ恥ずかしい人だなってなっちゃうよ。どっちがいいんだろう。本心じゃないんで嫌だな。まだ本心の方がマシだよね。本心じゃないんだ。まだね、まだね、だってしょうがないじゃん本心だ、うん、愚痴が溜まってんだ。そうまだ本心の方がまだそっちの方がね理解できんだ。理解はねこれが本心じゃないからこれどうなんか恐ろしいよね。怖いよ、虚言が出ちゃうんだろ。太一さんに言わされたんですよ。えうわ、それはそうじゃないですか。見てる人がみんな分かってると思う。太一さんがこう回しながら太一さん、最初の動画はね、はい、なあ、オムレバーカ、フジバーカ、はい、確かにガイドしてたよ、はい、ガイドリード言ってたけど、はい、あ、太一さんが面白くおかしくやってくれてんだなと思ったけど、はい、でも、後半も太一さんは俺、小村さんも藤田さんも俺尊敬してるけどなみたいな、うん、言ってたけど、いやそうかみたいな。いやサングラスいつもつけてるんですけど、うん、外してニヤニヤしながら動画撮ってましたからそれはもう太一さんが回してるってことが分かりながら答えてますから、まあ、本当に俺たちにお世話になってる。本当にあの人たちにはもうそんなもう酔ってでも言えない、うん、太一さんそれはすいませんっていうのはあると思うよ。本当に俺たちにお世話になってて、うん、あの人たちには、うん、もう足何や足も寝れないみたいな気持ちがあるんだろうね。いやでもあの人たちもバカなんでそれ通用しないんですよ。あの人バカ酔ってる今俺たちを売ってそこで笑いを取りたかったってことか。そこの、まあ、そこの感じではそうです。その売ってという言い方、俺たちの経緯はこの際ちょっとすみませんが解かしてもらってちょっとここで笑い取りたいってこと。はい、そのいやはい、いやもうこれはもう、うん、いや結果太一さんにも失礼だし俺たちにも失礼になっちゃってるね。こう今の感じは、うん、俺絶対ないもん、うん、俺も例えばどんないい人でも松尾伴内さんのことを言われたら伴内さんに対してもう本当にいやそれはノリでも言えませんってなるからね。なんで松尾伴内さんが出たんだよ。お世話になってる松尾伴内さんがなってねえ。あ、なってねえ。接点もねえ。ああそうか。ちょっと改めて聞いていい？もちろん。大村さんと藤田さん、どっちにお世話になってるの？もう迷う時点でダメだよ、ね。両方ですって即決だと思うんだけど。天秤に天秤があるの？なんで、何が狙ってるのか。どっちか言うの、お前。根性叩き直してもらった方がいいのかなって思って、うんうんうん、まあ本心ないとしてもさ、これはやっぱ俺たちにはちょっと失礼だから、はい申し訳ございません。これはもうここで一旦罰ゲームがあるよ。まあ有罪判決ってことですね。ちょっとさっき小耳に挟んだけど鍋がキックボクシング習ってたんだろ。なんでやってんのあいつな。はい、一日だっけ。はい、一日だけ体験で。一日体験で。体験じゃん。すげえアクティブだから。なんでも、ただでの体験も全部顔出しちゃうっていう人だから。すき焼きと一緒だよ。そういうとこそっくりだよ。すき焼きなんかフラダンスとかも習ってたし。逆だから、キックできるんでしょ。あ、ちょっとやりました。ケツキックで、食らった後、ハーベロン。俺もに。これでどうでしょう。今回、これで俺は水に流したいと思うと、まあ、俺ら足りないんだったらもっと強い。俺らの、俺らのこれで手打ちにしましょう。そう、俺たちはね。
ただ太一さんは知らない。これを見た後に太一さんがちょっと待ってください大村さんって言うかもしれない。そう、それは太一さんは太一さんでちょっと僕もちょっと傷つきましたよあるかもしれない、うん、この後ねちょっとリング用意しますんで、はい、決着つかせてくださいなら俺たちは簡単にお前を差し出す。もうレスラー同士ねだからここをやったら俺たちはね、そう、うん、俺らのユーザーにも言ってあげて大村これはもうこれでもう水流しましょうよユーザーさんですね。大地、ね、うん、さんは分かりません。うん、本当にこの度は、お見苦しい動画を見せてしまい本当に申し訳ございません。そして、この寿司ボーイズ愛は僕が誰よりも寿司ボーイズ愛はあります。これからも皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。本当にすいませんでした。いきますよ。おー行こう。いくぜはい、吐いて吐いてさようなら。許してあげましょう。許してあげましょう。ちょっと疲れた。大丈夫？大丈夫なの？いや大丈夫だ。めっちゃ飲んでるよ。はい。いや別にでも大丈夫でしょ。じゃかかってるけど手に。ごめんなさい。目いってるよ。目いってるってな、別に目はいってないです。プチタやばいな。あいつは、遅刻すんな。絶対遅刻すんなよ、お前は。みんなが集まってんのに、あと1時間で来ると思ったら3時間後来んだよ。バカだろ。ある、あるね。1時遅刻したらもうやっちゃう。あいつはバカだ。やる。大村は？大村さん、大村って誰？いや、大村はトータルテンポゾーン。あ、天ぷらだろ？天ぷら。天ぷらさんは、ぬるいな。ぬるい。ぬるいって感じねえの？あいつのポテンシャル考えたらやもってやった方がいいな。漫才？いたずらだろ。あ、いたずら？バカが。おい、寿司ボーイズだろ。いたずらをもっと天ぷらは考えろ。あ、じゃあ、今回の裁判とかじゃなくて、いたずらを考えろ。違う。俺、裁判のことで思うことあるけど、カメラを見て言う。うん。おい、太一、マジふざけんな、マジで。おめえのせいで結構やべえぞ、多分俺。撮ってるよ、これ。いや、撮ってても知らねえ。拳で勝負だよ。